藤谷蓮次郎です、えー。ライブ版トークの第2弾企画、五郎院日生シアターの1978年、1978年の録音版の方を使っております。2枚組 CD の2枚目に今入っておりますが、えー、その2曲目です。えー、グッドラック、えー。今日はこのグッドラックを取り上げてみたいと思いますが、 えー、今週の水曜日に、えー、このグッドラックシングルとしても取り上げさせていただきました。実はここでシンクロさせようと思って狙ってはいたんですが、えー、このグッドラックはですね、1978年のシングルなんで、この時点では最新のシングルです。えー、その前の僕にとって青春とはというあのーテーマとして重い、そして、えー、長い、 いろいろ考えさせる曲、まあ曲というか全体が一つの芝居仕立てになっている感じがするんですが、そちらの直後に今度は切れ味鋭いこの曲に入ります。この曲はこのライブバージョンで聴きますと、とにかく鮮やか。急に言ってみれば、昔風の映像、テレビで見ていた映像のニュース映像の感じだった、その ニュースを織り込んだドラマの感じだった前の曲から急にカラフルな世界観に入るような気がします。特にその最初のギターから言って、まあ、あこのギターの方は多分五郎さんの大好きな矢島さんだと思うんですが、えー、違うのかなあそのギターから言ってもう世界観が急にパッと明るくなるような感じ。で、スピーディーでもあります。シングルレコードよりだいぶ早く。 ビートがかなり速くなっていると思うんですが、えー、ここをですね五郎さんのボーカルで綺麗に聴かしていきますが、えー、とってもよくできたあーシティーポップを聞いてる感じがします、えー、五郎さん自身の魅力というだけではなくてやっぱりこのバックの演奏の見事さそしてライブで行った時の野口五郎サウンド えー、少女おさむさんが中心となって、えー、舞台監督として作り上げたというその音楽監督かな音楽監督として作り上げたというサウンドのスピード感とその見事さこここでのアレンジはささんがなさっています、えー、これはステージとしての音楽監督だからだと思うんですが、えー、シングルとこちらのライブパフォーマンスぜひ聴き比べてみていずれにしても。 まあ男女のワンナイトではないんだけれどもその色っぽい関係性を歌いながらとにかく湿っぽくならないかっこよさ、えー、そういうのを感じさせる一曲です、えー、もともとこの曲私大好きなんですけどもこのライブパフォーマンスはまさに傑作だという気がいたします素晴らしいスピード感爽やかさ あーそれからあの五郎さんのボーカルの伸びただしですね、えー、歌詞をじーっと見ていくとこの前にも申し上げましたが「で何なんだ?」っていうのは実はよく分からなかったりするんですけどもやりようによってはめちゃくちゃキザなだけの曲になるんですがそうならないようにしているのは、うん、五郎さんのボーカルそしてやっぱり演奏者たちのこの腕のこ腕確かさだと思うんですね、えー、そういうのを感じさせてくれる一曲で。 さてこの後からは怒涛のヒットメドレーにメドレーではないですけどヒット曲をまあ,あワ,ンワンコーラスずつくらいの感じでつないでいくことになりますが、えー、今日は野口五郎さんの「グッドラック、えー」ライブパフォーマンスでの「グッドラック」の方を取り上げてみました。それでは失礼します